はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ビンクローリーのお時間です。イエーイ。イエーイ。この野郎は野郎ばっかの。野郎ばっか。はい。今回は霊園教えてくれとか。はい。じゃあ講座出ますね。はいはいはい。じゃあ早速始めましょう。ボット戦を。行こう行こう行きましょう。行こう行こう。はい。またいいボットを取りに探しに行ってると。いいボットを探しに。おお。6、7秒。なるほど。そろそろ。マッチします、ね、はい、準備しよう。そもそも霊園っていうのはどんな役割なんですか？霊園っていうのは、そのハルションフォルドっていうマップの一番上の方に霊園っていう場所があるんですよ。そこにいる役割の人のことをレーナーと呼んで、そこでいかにミニオンを倒してお金を稼ぐか。このですね、僕は霊能としてはですね、セレスさんを使っております。なんかリンゴのイメージがあったんですけど、いや、なんかこう、かっこいいじゃないですか。かっこいいですね。かっこいいっていう、それだけの理由で使ってますね。3人強い。トップにスパーみたいなやる技が好きで、はい、ヘリオジェニスですね。いや、あれでしょ、あのアルティメット、なんか遠くから当たる。じゃあこれは好きなように遊んでいいんですか？僕はどんどん質問すればいいんですよね。もう質問しながらでもいいですね。最初はやっぱりエナジーバッテリーにハルシオンポーション2で僕言ってるんですけど、これどうなんですか？はい、全然問題です。あのセレスの場合はエナジーの消費が激しいので、はい、あのエナジーバッテリーから。そうですよね。全然問題ないです、はい、ヘリオジェネシスだけ単体で攻撃力ありますしね、はい、じゃあ僕は今から霊をこうやってるよっていう話をすればいいですね、はい、まあ、ただ霊のヒーローって、はい、要はいろいろ相手の霊のヒーローと打ち合ったり、はい、あのミニオンから攻撃を受けたりするので、めっちゃ近づいてきてください。ちょっと攻撃的なリンゴポットですね。なので、まあ、最初はハルシオンポーションを2個買ってみるといいですね。おっと、ちょめっちゃおっと超攻撃的でしょ。まあ、でも霊の役割としては、この周りにいるミニオンっていうのをいかに早く倒、まあ、いかに多く倒してあのお金を稼ぐかっていうのが肝になりますね。あと、まあラストヒットを取るっていうのが本当に重要になってくるので、あのミニオンのヒットポイントがあのギリギリ一発で絶対倒せるっていう時に色が変わるんですよ。赤くなるんですよね。ちょっと濃くなるんですよ。そういう時に通常攻撃を当ててラストヒットを取るっていうのが、まあ霊園をやる上でほぼ必須と言ってもいい技能ですね、うん、ラストヒットがやっぱ難しいんですよね。難しいです。しかもセレスはちょっと遅れてくるんですよ、まだ。そう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 、タイミングがちょっと難しいですね。なので、まあ、次この味方のミニオンが相手のミニオンに攻撃したら、まあ、一発になるだろうなっていう時に、うんうんうん、あの通常動きを打ったりだとか、あ、これ取れないって思ったらヘリオジェネシスを使ってラストヒットを打ったりだとか。一通りこう倒したら大体下に行って、はい、強化して戻るっていうプロセスなんですけど、それは大丈夫なんですか？大丈夫です。ただあの、はい、上のミニオンが、うんうんうん、あの真ん中にいたりだとか地震の方に寄ってる時に、うんうん、あのショップに買いに行ってしまうと、あのタレットがミニオンを倒してしまう、無駄になってしまう場合があるので、うんうんうん、下に買い物に行く時はなるべくミニオンを相手の陣地に押し込む、うんうん、相手のタレットのモブ線あたりまで押し込んでから買いに行くと、有効にミニオンを無駄にせず購入できますね、うんうん、なんか僕のイメージなんですけど、はい、レーンが下に来るのに合わせて敵と戦い、なんか中央で戦い始めるみたいなのが戦術として有効なのかなと思ってるんですけど、はい、なのでそうです、あの味方が3人いた方が絶対勝ちやすいじゃないですか。そうですね。なのでレーンの人は、うんうん、この右上にあるミニマップっていうのを見ていただいて、うんうんうん、あ、味方のジャングラーが真ん中に戻ってこようとしているっていう時に下に降りてきて一緒に戦ってあげる。はい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 、下の動きを見るんだ。はい、下の動きを見ます。それちょっと今まで実感ったことなかったっす。あと一つ、そのレーンをやる上で、はいはい、まあ、先ほどその普通に正面に出てリンゴにめっちゃ攻撃されたじゃないですか。いや、めっちゃ痛い。そうするとすごいダメージを受けてしまって痛いっていう時に、今ゲームファイターさんがいる茂みに入ると、はいはい、はい、相手から見えなくなるので、より安全に攻撃することができる。はいはいはい。なので普通に敵がいるときは茂みに隠れちゃって、うん、あのミニオンがラストヒット取れるまで待ったりするとより安全に取れますね。下手に上にいると相手の その今いる茂みの方から突っ込んできて倒されてしまうっていう場合もあり得るので、はいはいはい、基本相手があの怖いときとかは茂みに隠れておくとより安全になりますね。逆にこう普通に敵と戦っているときにこっち側に来すぎて、この下から3人で襲われるみたいなケース結構あるんですけど、はい、その仲間と協調してこう相手のレーナーを倒すみたいなっていうのって、なんかどういう考え方なんですか？
あ、普通にもう味方のジャングルの人が上に上がってきたのを見たら、はいはい、あ、これは行くな、なるほどってなるわけですよ。そうなった時に自分がミニオンを相手の陣地まで押していくと相手のレーナーは前に出れないので、うん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 、そういう時はわざとラストヒットを抑えて自陣の方にちょっと寄らせてくる。なるほど。そうすることでちょっと、あ、これ押せるわと思って寄ってきた人が攻撃し始めたわけですね。なんでしょう、なんでしょう。多分ね、ここにね、鉄砲を処理しに間もなく敵がやってくるんですよ。はい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 。ボット相手に容赦ない。いた。やばいやばい、一人だと倒れる。よっしゃー、いい、ナイスターン。さあ、こういう風な状態になった時にレーンって何をすればいいんですか？レーンは、まあ、下に寄ってあげてわけで、ただ相手のヒーローを倒すのも重要なんですけど、うんうん、倒した後に相手のジャングルを荒らすっていうか相手のミニオンを倒さないって意味ないので、むしろ倒さないで下に来て相手のヒーローを倒しただけだと、あの相手のレーンのヒーローがレーンで育っちゃうので、むしろマイナスになっちゃうので、うんうんうん、相手のジャングルのヒーローを倒したらもう相手にのジャングルにいるミニオン全部倒し尽くすつもりで合流した方がいいですね。そして敵のレーナーが前に出ているから、こういうふうにネコネコフレンジで一緒に倒すと、はい、あとすごいあの、はい、セレスとかって遠距離攻撃できるんですけども、そうそう、自分の方 のジャングル芝生に入られてしまうと、はいはい、結構怖いじゃないですか。怖いですね。そういう時のために自分のジャングルの方にスカウトトラップを一つ置いておく。あ、そうすることでスカウトトラップが一つあるだけで、あのジャングルに敵が入っても見ることができるので、今トシさんがいるような位置にスカウトトラップ1個置いておくと、はいはい、あれ相手入ってきたのに気づいてねえ、バーガーバーガーみたいな感じになるので、普通に自分がレーンにいるときに相手の場所を確認しなくても攻撃できる。はい、じゃあちょっと置いてみますね。スカウトトラップを購入しました。おすすめとしては今この茂みに入ったとこに1個置いておく。ここ、はい、ここに1個置いておくと、あの相手のリングはあのイメージ自陣の、あ、その辺もありなんですけど、そこに相手のヒーローが入ってきた時、今先ほど置いた場所にスカウトトラップを置いておくと入ってきたのが分かるんですよ、はいはいはい、なので先ほど置いた場所は、うん、あのむしろ入ってきた時にあの、うんうん、爆発させて、わざと爆発させて、うんうん、相手にダメージを与えるっていう風なイメージのスペースですね、うんうんうん、で今の場所は相手に気づかれずに相手の居場所が分かるように置いておく。なるほど。そのニトリの使い方があるんですね。そう考えてるんですね、まあ、基本もうレーンの動き方としては今説明しただけで、うんうんうん、なんとか運用できてしまう。あとあれですね、あの帰るとき、どうしても戻るときあるじゃないですか、はい、ホーム、うん、その時はなんか戻るよっていうのをやってくれてると、あ、ジャングルとかやってる人、はい、人間としてはすごく助かる、ね、まあ、あとは戻るときにレーンで今相手から見える位置で戻るんじゃなくて、ジャングル、まあ、茂みに入ってから戻ると、相手はあいつ戻ったのかな、戻ってねえのかなっていう風に、はいはいはい、疑心暗鬼になるので、あの戻るんであれば、その相手から分かる位置じゃなくて相手に分からない位置で戻る。さすがジョーさん、いやらしい。それはそうですあとはその例の人はこうブーツをいつ買うべきなのか、はい、ブーツはなるべく早く買った方がいいですね。なるべく早い方がいい、はい、あのボックスとかだったら意外と逃げ切れる場合もあるんですけど、セレスとかリンゴって逃げ切る手段が難しいんですよ。そうそうそう、スタンを絶対当てないと逃げ切れないとか、そう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 、そういう時のためにも相手が出てジャングルから出てきた瞬間にブーツ使ってバーって逃げるっていうのもできるので、入る。なるほど。ブーツはもうあの1回目か2回目にショップに買いに行くときにも全然買っちゃって問題ないです。そうなんですね、はい、もう早く買おうと、はい、どれを買っ、やっぱ1つ目でいいんですか。1つ目でも、でもレーンの人はあの相手のレーンの人より1個上っていうイメージの方が、自分の攻撃範囲が同じだったときに足が速い方が詰められるんですよ。逃げれるし詰めれる。確かに。あの移動速度ってほんと重要になってくるので、相手のレーンの人より1個上のイメージだと、例えばまあレーンだとすごい狙われるわけですよ、集団戦で。狙われますね。そういう時にブーツが相手より1個上だと、全然相手が寄ってこないみたいな。逃げ切れるみたいな感じなので、普通にあの、もう相手のレーンより1個上って思わずに、相手のジャングルでもいいし、自分で追いつけるヒーロー、うん、より一個上ってイメージの方がより逃げやすくなりますね。あとは今上がった集団戦の戦い方、うんうん、
本当にレーンはやっぱりダメージを出さないといけないので、うんうん、あのついつい攻撃系に寄りがちで、あのヒットポイントがそうなんです、あの低いので、私今完全に攻撃型のビルドになっておりますが、で落とされてしまう恐れがあります、はい、なんでやはりまあ反射ブロックを1個買ってあったり買っておいたりだとかして、うんうん、あの最低限スタンを回避するためのこれですね、はい、反射ブロック、反射ブロックは結構有効だ、有効ですね。でまあそうですね、結構反射ブロックのタイミングって難しくないですか。難しいです。なのでもう自分のヒットポイントが減ったら使うみたいなイメージか、相手がケツァリになった場合、ケツァリに突っ込んできたりやべくるやつに残るみたいなイメージで全然問題ないです。結構難しいですよね。本当にコシカのね、コネコフレンジーをちょっと反射ブロックで防ぐかっていう風になるのは慣れてきてからで、え、あれって反射ブロックで防げるんですか。防げます。防げるんですか。シャキーンって飛んだ直後にブロックって押すと防げます。それね、僕の年齢だと辛いやつですそれ辛いですね。しかもコシカのネコネコフレンジーは技の時間が長いので、長いですね。ブロックって押した瞬間、そのコシカの、どんまいみたいな感じになります、ね。ああ、なるほど。ずっとじゃあ、無意味なネコネコフレンジーの動きをし続ける。何に向かってあいつ動いてんだろうみたいな状態になります、ね。あいつは何で戦ってるんだみたいな。はい。これもう敵タレット破壊しましたけど、やばいです。もうあと説明してないことが、まあ、あとは集団戦の戦い方ってほんと重要になってくるので、そうですね。結構僕のイメージだとセレスは後ろの方で、はい、敵を攻撃するっていうのがいいのかなと思っていて、セレスはあの1つ目のアビリティがレベル5になった瞬間に、あの、うんうん、範囲がどのヒールよりも一番長くなる。そうですね。あの普通に味方のジャングラーやローマーを盾にしながら、うん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 、そうですね。縦になる。ちょっとね、あれがなくなる、エネルギーがちょっとなくなりつつあるから、まあ、ただ、後ろにいすぎると相手のレーナーを倒せないっていうのがあるので、うん、慣れてきたり、あ、これいけるなって思ったら、まあ、味方のレーン、ローナッター、違う、ロームの人に重なりながら前に出て相手のレーナーを落とす、うん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 、っていう風に動くと、より試合が早く展開ありますし、うんうん、あの勝ちやすくなる。なるほど。これはもうパレットがいいなので簡単に壊せちゃいます。そうですね。ダメージがレインは一番ダメージが出るから一番強いですね。レインは一番ダメージが出る、まあ、一番お金稼げるっていう意味ですね。一番お金が稼げるので一番アイテムを揃えやすくて、そうですね、早くダメージが、その結構強い、あ、じゃない、後半になった時にお金が余った時って、はい、こう買い替えたりした方がいいんですよね、武器の強いやつに。いや、もう一度3つ目までの武器を作ってしまったら、はい、あの売るのは非常にもったいないので、まあ、インフュージョンを買う。あ、ドーピングアイテムですね。ドーピングアイテムですね。消耗品のところにある。ウェポンインフュージョン、クリスタルインフュージョンですね。これを買うことによって、より試合を有利に運ぶことができるので。むしろこの 2つ持ったら飲んだら、あの1人で3人倒せるかもしれない、ぐらいの、まあ、育ってたらの場合ですけど、すごい。というわけで、はい、すごいスムーズに破壊してしまいましたが、まあ、レーンは今さっき紹介した通り、このレーンでの戦い方っていうのをきっちりとやって、はい、うん、で集団戦になった時になるべく味方を盾にしながら戦えば間違いないので、うんうんうん、なるほど。これ練習でこう僕のセレス対ファイター氏のリンゴとかでこう1対1とかどうなんですか。確かにあのちょっと最初の差し合いがあるじゃないですか。そうそう、そこ大事ですよね。そこ大事ですよね。じゃあちょっと、はい、ぜひ、じゃあ追加講習、追加講習、じゃあ僕は適当にリンゴでいきますので、一番本気でもいいですよ。あのじゃあ早速始めますね。はいはいはい、はい、私はセレス。最初のね、差し合いは結構難しいですよね。セレスの次のスキンが可愛いかどうかっていうのはやっぱ、はい、注目の的ですよね。確かに、まあ、可愛いでしょうね。で、仮面は被ってほしくないなって分かんないですよ。すごい元気そうな感じの。あ、じゃあ早速ゲームファイター、打倒ゲームファイター、打倒ゲームファイター。いや僕ね、レーンはね全然やらないんですよ。実はロームかジャングルなんですね。実戦、え、そういう言い訳とか全然
いらなくないですか。いや僕知ってますよ、ゲームファイターさん実はこの前僕に、はい、僕全部できるようになりましたって意気揚々と言いに来てました。全キャラあのスキルの能力とか把握しました。すごい、彼はもうスキル階層7ですからね。ここに GF さんが来るということですね。あ、やばい。でリンゴの最初のトワリングシルバーってのは非常にダメージを出すスピードが速いので、茂みに隠れてそこから狙うのが一番ですね、リンゴ相手だと。茂みに隠れて、やばい。あとヘリオジェネスは重ねると攻撃範囲が広いので、自分が一回やったところからもう一つ重ねて落として、そうですよね、当てる。茂みに入るとはゲームファイターさんがジュスさんのその姿見えないので、ただセレスはレベル7までが意外ときつい。結構きつい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 。あっ、ただいま。ゲームファイターさんちょっとあのトシさんを攻撃することに集中しすぎてラストヒット取れてないんじゃないですかね。そうですよね。そうなんですよ。おっと、スタンが入った。茂みを有効活用するとより戦いやすくなります。茂みに入った時に相手から姿が見えないので、茂みに入ってミリオンに向かってヘリオジネス1個落として、でちょっと待つ、はいはいはい、っていって、また繋がるようになった時にまた落として安全にラストヒットを取ることもできますね、セレスは。確かに。もう今のもう買い物です、もうブーツ買っちゃって。そうですね。ただこれをそのメインクリスタルが壊すまでやると非常に長引くので、うんうんうん、最初にキルを取った方が勝ちにしましょうか。お、キルを取った方が勝ちだと。セレスはレベル8までが辛い。射程距離が長くなるまでが辛いね。そうですね。まあそれかあれですよね、タレットを壊すですかね。最初のタレットを壊す。今静かな戦いが、静かな戦いが繰り広げられている。でも相手のその牛というか茂みに入っていたので、ただ相手からは居場所が分からなかったので、相手が来るのを待ってスタン当ててヘリオジネス落として落としてって倒してもよかったかもしれないですね。はいはい。This is fun. あ、やべ、あーっとブースを使って逃げる。危なかった。かなり危なかった。作詞ですね。まさにぶつけ、おっとこれはただ危ない。ただタレットの攻撃を受けてもうちょっと何もできないぞ。これはゲームファイターも瀕死。これは一発を当てた方が勝ちますね。なんかね、敵がねワープしてるんですよね。ワープしないです。ワープしてないですね。ワープしないです。買い物行ってます。こういう時にそのショップ右下画面のショップの横にあるスコアとか見て、相手が購入してたら、あの普通に買ってる最中でアイテム変動するので、はいはいはい、でもあいつ買い物行ってるわ、わかります、ね。確かに。また上に戻ってきた。さあこれは試合が長引けば長引くほどゲームファイターは辛くなる。そうなんですか。セレスがレベル8になった瞬間に一つ目のヘリオジネスがレベル5にできるので、あー確かに、ヘリオジネスがレベル5になった時にその攻撃範囲がありですありですこのタイミングで、あ、やべやべ。さあちょっとダメージでかい。ポーション使っとけば生きてたのに。
ポーション使い忘れた。いやでもセレスのヘリオ、コア崩壊って言ってスタンを食らった瞬間に、あのプスさんが一回逃げずに普通にヘリオジェネス落としてれば勝ってた。もっと早く勝ってたって言いました。いやー気持ちいいねこれね。勝者。ちなみに私ですね、インフュージョンを使ってました。あー、いや見えてました。インフュージョン使うと輝くので。あ、バレてたんです。勝つタレットも壊す。壊します。完封ですね。やばいやばいやばい。逃げてる時にスタンを使って相手の動きを止めたりとかすると、そうそう、まあ、パイルを確保できたり。おお、めっちゃ追ってきた。意地でもリンゴでも強いですね。やっぱりリンゴはコアリングシルバーを使って の、 この攻撃速度の速さが異常ですね。どうします、以上ですかね。以上ですかね。これ以上やってもしょうがないですね。スキル階層7のゲームファイターを倒した。はい、私6ですけれども現在。まあ、僕のスキル階層なんて偽物なんでね。ちなみに僕はゲームファイターさんのスキル階層8の実力があると思ってます。マジってですか。ないです。8に勝った男です。8に勝った男という感じで、はい、レーンの差し合いでした。最後に、いや、ありがとうございました。ありがとうございました。レクチャーから実施に変わりましたね。はい、実践ね。実践で、はい、ということで、はい、じゃあこの動画はこれにて終了です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。すごい噛み合ってない。噛み合ってない。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。